東口ホーム、堀切駅は、東京都足立区千住明保の町にある、東武鉄道伊勢崎線の駅、東武スカイツリーラインの愛称区間に含まれている。駅番号は、TS07。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。重量編成分の有効長を持つホームは、曲線上にあり、車内アナウンスでは、列車との間が広く開いている箇所があるとの注意が、なされる。 駅構内はカーブしており、通過列車は制限時速の 75km の速度制限を受ける。上下線で改札は別となっており、各ホーム間の移動は改札外部の古選橋を経由する必要がある。この古選橋部分にエスカレーターエレベーターは設置されていない。また、上り線の改札口は都道449号が通る荒川の堤防に隣接している。 駅のすぐ南側に旧綾瀬川の墨田水門がある。2020年度の1日平均乗降人員は2755人である。東京23区内に所在する伊勢崎線の駅では最も少ない値だが2005年度以降は毎年増加しており2008年度に3000人を上回った。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下評の通りである。 東京未来大学級、足立区立第二中学校駅名の、堀切は、荒川放水路と綾瀬川を挟んだ対岸の、葛飾区側の地名である。かつては地続きであったが、荒川放水路の掘削に伴い分断された。葛飾区堀切にある、京成本線の堀切勝部園駅は、徒歩で20分ほど離れている。駅のすぐ南側、 首都工事期間の旧和や瀬川を渡った先は、墨田区の北端部にあたる。周辺は、テレビドラマ、三年 B 組、金八先生などの桜中学シリーズや、親子ゲーム、パパと呼ばないで、映画、東京物語、のようなもののロケ地でもある。ありがとうございます。